キャッスルマン、SDGs、ハイオロンバスキュラータイプ病理組織像、キャッスルマン病は、非常に稀なリンパ増殖性疾患である。1956年に、アメリカの病理、ベンジャミン・キャッスルマン医師が、初めて原因不明の病気として報告したことから、キャッスルマン病と名付けられた。病態である主大したリンパ節からインターロイキンという、サイトカインが過剰に生成される。 それらが健常な血球と結びつき、異常な免疫血球に変化。正常な細胞を攻撃することで、生体内で様々な炎症を引き起こす。日本では1500人程度しか患者が報告されていない。現在アクテムラなどの分子標的治療薬の有効性が認められている。慢性的なリンパ節主題。血液検査においては CRP 上昇。 免疫グロブリン上昇などが顕著に見られる。その他に貧血、発熱、食欲不振、体重減少、発疹などが報告されているが症状には個人差がある。血液検査とリンパ節の一部的質による組織検査が主。増血系の病理は病理部が担当しない大学が多く、血液内科での診察が主となる場合が多い。症状が様々で、 個人差も大きいため、正確な診断や治療に至らず、診断までに数年を要するケースが目立つ。はっきりとした原因は現在特定されていない。一つのリンパ節が腫れる HV、原曲型と複数のリンパ節が腫れる p c MCD、多発型に分けられ、前者の場合、その部位の切除で治療するとされる。後者の場合、現代医学で、 治療方法は解明されていないが、ステロイド系抗炎症薬や免疫抑制剤を用いて対症療法で症状を抑えていく。治療薬として、治験後2008年にアクテムラが世界初の薬として中外製薬から発表されているが、その投与治療は副作用報告や使用成績調査が随時更新されている。薬剤副作用による 免疫力低下での肺炎など。詳しくは、中外製薬アクテムラの公式ページを参照。日本では2018年春より、指定難病に追加される予定である。キャッスル難病、指定難病に来春から女性、厚労省。産経新聞。 http://www.sankei.com/.life/.news/.171113/.lif1711130033-n1.html2017 年11月13日閲覧。ありがとうございます。